はいはいはい、あとの西のスタジオの社長になった中谷とかとこうみんなでバーンとあるんだけど、中谷さんが思いっきり割れすぎて草薙さんにお酒がバシャーってかかる。それはそれで あるあるだから、あるあるでよくあるんです。よくあるんですね。いや、あれは何が楽しいかっていうと、あのこうやって、おめでとうっつって樽持ってくるって、はい、みんなでやろうねって盛り上がるじゃない、はい、盛り上がる、盛り上がるんだよね。あれ、一升瓶持ってくよりも盛り上がるんだよ。いや、めっちゃ盛り上がるんですよ。やっぱりあんなのみんな飲まないんで、僕ら若いうちからそれ飲めるわけじゃないですか。うんうん、ね、みんなあの頃ベテランと35歳で超親父ベテラン扱いの時代ですからみんな20代なわけですよ。はい、まあ、草薙さんがお酒持ってきてくれたと思って、うん、みんなで飲んで、それはもう盛り上がるし、いやでもそれで育つとね、うん、なんで収録の日に鏡酒がないんだっていう常識の大人が出来上がるんであんまり良くないですよ、ね、あとエンタメ系ってやっぱりあのうちにソニーミュージックのあの役員がね、はいはい、カラオケうまいわけじゃないし、はい、やっぱり基本的にエンターテインメントを見てます、やっぱりクリエイターだよね、はい、クリエイターが喜ぶようにプロデュースするのが仕事だな。ああ、そうだ、もうそう言っていただけると本当にありがとうございます。僕らはもう一生懸命みんなをこうプロデュースする、はい、あとあの喜んでもらえるように、それからね、はい、普段の自分じゃない自分が出せるような雰囲気を作る。あ、なるほどなるほど、うん、怖いな、こういうことか。やっぱ現場の一体感と盛り上がりが重なるとすごい、すごいな、すごい。クリエイティブとしてはいいですもんね。プレイステーションの発売って12月3日じゃないですか、はい、で12月2日のイベントって覚えてます？はいはい、ありました。12月2日前夜祭やろうって急に決めて、ね、どこか前夜祭やりたいって決めて、はい、で恵比寿のガーデンホール、ガーデンホールですね、ガーデンホールを借りて、はい、あそこでみんなで盛り上がろうってやったんで、あの時はもちろんナムコさんもみんな来ていただいて、あれもいい思い出で、久しぶり。いや、すごい不思議に思ってたことがね、はい、映画は見終わるとクレジットがずっと出るんですよ、ね、音楽もまあまあまあジャケットがあるけど、ゲームの場合なかったんで、ね、ありませんでした。でいや、僕らプレイステーションみんなで、あの原田さんとかみんなでこう作るじゃない、はい、山田さんとか、はい、でみんなで前夜祭でお祝いしようよねと思って、でみんなで飲もうぜっていう、で恵比寿にみんな集まって、こういろんなソフトメーカーさんも含めてみんなでお祭りやろうって言ったら、はい、当初みんな断られたの。ああそうですよね、あのいろんな会社から、はい、あのダメです、はい、あのこの子たちは名前ないんですっていう、はいはい、おっしゃる通りです、名前がないんです、はい、で次にあのいやみんな盛り上がりたいから、あのみんな初めてかもしれないんで名札つけようよねって、もっと怒られて、あそうですそうです、抜かれますみたいな。そうです、あの顔出し、うん、実名出しのインタビューが解禁されたのは、うん、1998年のあの鉄拳3は1997年に出たんですけど、そうなんだよね、その1年後の1998年から大々的にいいよって言われたんです。そうなんで、もう僕はもう、はい、いやそんなことはと思いながら、でももう一生懸命ほらあれこうあのプロデュースをするっていうかね、みんな盛り上げようっていうんで、はい、頑張ったんだけどね。いやでもあれで、うん、あでも草薙さんはそういう認識かもしれないですけど、あの業界的には実はプレイステーションの、うん、おかげで、草薙さんがそうやってくれたおかげで、割とそのゲームクリエイターとかゲーム作る人たちが脚光を浴びるようになって、うん、結構スターなプロデューサーとか、うん、あのディレクターが出てきたっていうのがプレイステーションからってよく言われているので、それはもう意図したんだ僕らは、ね、おかしいと思ったから、あの僕らやりたいと、はい、でも結構みんな、まあ、止めると、はい、だけどこれクリエイターたちがやっぱり盛り上がるっていうか、やっぱりそこが大事なのでと、で少なくとも僕らは表に出なくてもいいから、みんなで僕らがやれる範囲でもう最大限みんな盛り上げようよと、はい、というのがまあ最初にあり、あずっと続けたもんね。そうですね、いやでもそのおかげであの、うん、逆に功罪あって、まあ、本当に長売れちゃって売れすぎて本当に売れすぎて名だけ売れすぎちゃうみたいなケースもやっぱり出てきたりしますんで、ただ本当に当時は人の取り合いがすごかったんですから、うん、あの本当に結構ひどい話がいっぱいあってですね。そうなん、はい、あの、まあ、それはお互い様なんですけど
移籍して最初の給料とかが良すぎて、あのフェラーリを買って、あでだけど次の年あの普通の給料にある程度作品が出ないので落ち着いちゃうんです、うん、普段毎月の給料をその所得税が上回るみたいな、こう前年の、うん、あの税金が襲いかかってくるみたいな不幸が結構業界に生まれて、うん、それで結構引き抜き合戦みたいなのが一時落ち着いてっていう、結構やっぱり雨降って地固まるみたいなところありましたね、うん、はい、だけど本当に僕も入社した時はいろんな取材を受ける時にかなり制限かけられていたので、そうだよね、はい、でも最近はもうみんなもう誰が何やってるとかと分かってるようになってね、まあ、むしろもう時代が変わって、あの、うん、特にアメリカなんかは北米なんかまさにそうですけど、うん、いわゆるファンがメーカーとかパブリッシャーについてるわけじゃなくて、うん、そうなん、誰が作ってるかっていうことについてるので、僕ら昔言ってたけど、例えばあのソニーミュージックの レコードがあって、誰がソニーミュージックに属していて誰がビクター、誰も気にしないし、どうでもいいわけじゃない、で結局誰が歌ってるか誰が作詞したか、そうですよね、はい、そういうことです、はい、うん、レーベルじゃなくてアーティストっていうところですね。でもついこの間までそうじゃない会社もあったよね。あ、そうですそうですそうです。まさ、じゃあ最後の仕上げをました、ね、お願いします、はい、じゃあいつもの、え、いつものように、はい、まずはソースから、ソースからいきましょう。第1弾はソースでいかせていただきます。おお、これいろんな味が実はもうちょっとしっかりこの後出てきます、ね、合計今日は4種類いきます、ね、ありや嬉しいね、うん、時計小腹が減るとね、小腹が減るとね、たこ焼き屋立ち寄っちゃうんだよね。あ、この2人はあの実はよくたこ焼きを本当にあのプライベートでも今ストリートファイターの合計役やらせてもらってるのもあるんですけれど、あのたこ焼き仲間っていうか友達というか、ね、たこ焼き仲間一緒にパーティーやったり、それ被ってるって言ったら大阪ってこと。そうです、あの天ヶ崎、天ヶ崎出身。そう、僕も大阪は豊中生まれなのでそう実は大阪同士で。そうだ、はい、はい、では、いいね、そのエプロンもね、虎だもんね、はい、いや生まれた年も虎年だったので。僕も虎年だよ。あ、そうなんですか。あ、12歳した、24歳した、24歳したな。あ、24歳したな。いや、僕がだって僕より年下なんですよね。僕がソニー入った時生まれてないやん。プレイステーション、最初の初代プレイステーションを、まあ、結構当時としては僕らとしては作るの大変だったから貴重だったわけ、うん、数的に、はい、くたちゃんくたちゃん、それ100台ちょうだいっていうか、100台ですかみたいなね。100台ちょうだいっていいですよ、丸さんと、まあいいですけど、何お使いになるんですか、内緒とかって言いながら、で何したかっていうと、あのアーティストにね配ったの、彼がプロデュースしてるアーティストに配った、そうするとね、みんな楽屋で待ってる間暇なのよ、で楽屋で待ってる間にプレステのゲームすると盛り上がって、それで彼らが今度逆にいろんなところですげえぜみたいな話になって一気に盛り上がるっていうのは無料パブみたいな。ああ、なるほど。お待たせしました。ありがとうございます。でそれがあったから、あの後でほら、あの音ゲーとかいろいろ出てきたね、パラッパとか、ね、はい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 、はい、うん、あ、それこそ繋がってるわけですね。そういうところ繋がる、要するにあのゲームクリエイターと音楽業界って今までそれないじゃない。なかったです。杉山浩一さんみたいなのがすごい方いらっしゃるけど、はい、あの特に普通のロック系とか繋がらないでしょ。はい、確かにいろんなとこつながるようになった。いや、アーティストといえばあの、まあ、今でこそいろいろ話ですけど、あの僕らは本当よく収録がすごくギリギリまで遅れてたじゃないですか。いただきます。どうぞ。その時にあの鉄拳とか特に工場のラインを開けてもらうために、うん、くたらきさんたちが結構動いてくださったと思うんですけど、結構あの有名なアーティストさんの CD とかをのラインを開けてもらってプレセのあれを焼くっていうの、だって大ヒットだもんなまあヒットタイトルが入ればそれは頑張るよね。そうそう、僕ら結構それでいつも恐縮はしてたんですけど、ただ僕一個だけそこちょっとくたらきさんにこれいつか聞こうと思ったんですけど、くたらきさんどこまで把握されてたのかなっていうのが、うん、これもまさに今だからできる話ですけど、うん、プレイステーション1の頃に、うん、プルーフ承認って言ってあのソニーさんに、うん、あのもちろん当たりますけど、はいはい、できました。プルーフね、プルーフしてもらいました、うん、あのいわゆる、うん、このロムで量産していいですよっていう承認をもらって、初めて静岡の工場で初めて
量産入るわけですよ、うん、だからソニーさんのチェックが入れば、うん、それで OK、うん、でそれみんなに徹夜してやるんですけど、ちょっと僕らの鉄拳チームっていうのがひどくてですね、そのプルフ承認受けた後にその板がもう工場に行っちゃうんですよ、静岡の、うん、でもタイムラグありますよね、そこ工場に行って焼かれるまでに、はい、その間に実は僕らのとんでもないバグをソニーさんに隠してて慌てて直して、はいはい、こう丸1日24時間かけて直して、そのディスクを実は、うん、直接静岡の工場まであの車で運転して持って行って、うん、知ってるよ、知ってたんですね、はい、慣れてるし、うん、全然知ってたんですね、もちろんもちろん、あの工場のおばさんに、はい、それとこれを交換してください、今じゃ絶対考えられない、あのプルーフもいただいたんだけど、あの差し替えですみたいな言って、はい、うん、直接工場に持って行ってたのも、そう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 、聞いて、で別にそれでいいんですかも聞かないで、いやよかったね間に合ってみたいな感じだからね、ああそうだったんだ、そうだそうだった、俺はあれはくたらぎさんは知っているのだろうかっていう、もちろんもちろん長年の秘密が、うん、どんなで僕らの顔はもうよかったね間に合ってだからね、あそうだったんですね、うんうん、マスター、いやもうあの申し訳ないけど僕先にいただいてます、あどうぞどうぞ、これ冷えちゃう、どうですか、めちゃくちゃうまいけど、やったよし、ないけど、よかったですね、よかった、やっぱ本場違うね、本場違うね、やっぱり違うね、粉物本場違うね、いやそう言ってもらえるとホッとします、本当にお互いのレシピを、はい、ああでもないこうでもないってやってる中なんで、うん、いや、やっぱ食べ物美味しいで幸せですよね、この表面のカリカリ度合いがちょうどいい感じ、うん、ありがとうございます、こちらまたちょっと、第2弾のネギ塩だれになります、あネギ塩だれじゃあ先ネギ塩、なんとこの原田のバーはたこ焼きがすごいと、たこ焼きは結構いいですね、おドリンクね、どっちもなくなったんだよね、ハイボールでもハイボールでもいきますかね、自ら原田さんの自らそうです、ハイボールやったね、やっぱり長生きするもんだねマスター焼きじゃなくてマスターです、マスターですじゃあこれ第2弾いきます、はい、んドキドキ、結構熱いんで気をつけてください、これはうまい、おお嬉しい、これはうまい、ありがとうございます、これなんかエスカルゴっぽくて、なんかこのままいったらなんか白ワインでもいい感じだね、あの白ワインすごく合います、そうなんですよ、はい、ワインが意外と、うん、あの結構ハイボール、ビール、日本酒、白ワインが合います、なるほどね、はい、やるもんじゃない、やったー、いやよかった、やべえ今日今まで緊張してたのがもう今の一言ですごいよかったよかった、ほっとできました、いやまさか今日くたらぎさん来ると思ってなかったんで、全然教えてくれなかったんですよ、最初に言ってたらこれちょっと構えちゃうでしょいやもうそれはそうですよこちらが失礼します、はい、ありがとうございます、いやいただきます、どうぞ、はい、いただきます、はい、この第1回目からゲストのが豪華すぎてすごいですね、いやいやこれからもっと濃くなるかもしれないいや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 、これたこ焼きうまいって聞きつけたからみんな来ちゃうかもしれない、ね、ああこの評判で、あと昔話で言うとこれも改めてちょっとこの業界のやっぱお友達からもいろいろ聞かれるんですけど、うん、僕あのそもそもさっきも言ったんですけど、くたらぎさんって旧ナムコというか僕らナムコ世代にとっては、うん、もうほんとお父さん、お父さんマサイ、まあ、まあお父さんマサイさんなんですけどプレイステーションのお父父ということで、もう僕らにとって本当くたらぎさんってお父さんのように接してくれる方っていう、本当そういう本当にそういうイメージなんですよ、あのいつも現場を見に来ていただいたりとか、でだから僕はずっとくたらぎさんって本当お父さんみたいな優しい人だったよねっていう昔話を、いわゆる40代になった頃ぐらいに初めてそのいろんな他社さんとかとか、うんうん、特にもうちょうど僕らの世代が課長部長世代になった時に、うん、いろんな会社の人と話すと、うん、結構ですね、ナムコ以外の人はえっみたいな、あの人は怖い人でとか、いやいや怒られたとか、さんそんな感じなの、えっ太郎木さんに俺怒られたことないよ僕らの会社みたいな感じなんですよ、怒られたことない、うん、いや逆もんだよね、もう怒られてばっかしてるいやそれはちょっとあったかもしれないですけどで一個その都市伝説みたいなのがやっぱあって、都市伝説すごい
あるじゃないですか。本当にすごくて、あのね、僕は自分で例えばプレイステーションとか含めて、はい、あのなんかほらなんか単行本作るとかいろんなとこ話したことないんだよね。はい、あ、なるほどなるほど。ないの。ところがね、本は出てるわけよ。結構。出てます出てます出てます。で、あの本って僕に一回もインタビューしたことないんだよね。あ、本当ですか。うん。あのご存知の方とか出してるじゃない。はい。一回もインタビューしてないからね。そうなんですね。そう、あのだからあの思い込みで書いている。ああ。まあそれもそうあるのかな、あるのかなと思いながら。で、人によってはね、もう二人さんのもうもうコテンパンに怒られてもうほとんどちびりそうになったみたいなのもいれば、いやそんなことないよ、もうめちゃくちゃ優しくてっていうね、もういろんな姿があって、振れ幅がすごいですよね。そう、振れ幅がすごい。その中で、うん、一番僕らの世代で結構伝説的になってる話が、いわゆる関西の会社ですね、うん、某関西の、うん、そう、もうだよ、わかっちゃう。その会議室で激高した草薙さんが、うん、灰皿を投げたっていう都市伝説なんですけど、なるわけないじゃん。それはやっぱ違うんですか。それはどこの会社だろうが灰皿投げたことはないね。やっぱそうですか。なんでそんな話になってるんですかね。まあね、とにかくね、あの昔 PS の頃って2チャンネルもあったし、はい、あの少にかかったらもう会ったことも見たことない人が、はい、もう信じられないような色の創作をするわけさ、はい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 、でそれに対して僕は何も反駁しない、はいはい、で戦わない。確かに反論も何もされてない。だん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 それがね、みんなが定説になってくるっていうのがあって、あ、なるほど。ライターさんは取材しないで記事を書くっていうすごい状況になってきて、はいはい、でそれを見てウィキペディアが僕が反論しないもんだから、それが事実になってウィキペディアにも貼られるっていうね。でも行ったところで始まらないから、はい、もう何も言わないと。あ、そうなんですね。うん、まあ見方によってはなんかいじられキャラになってるかも。まあまあそうなんですけど、うん、あともう一個、まあ、それはないよ。でもあ、それだから灰皿はないですよね。灰皿はないし、灰皿の噂はあの都市伝説でしょ。これはね、ありえないね。そこにいたのは、あの、あ、彼と彼と彼ともう個人名は出るけどもないね。それはなかったですね、うん、なるほど。でもあとはソニー、うん、もっとソニーさんとか、でも多分その時にいたかもしれないな。だと思います。あの、はい、いないし、はい、あ、で彼屈折してたからね。これ大丈夫かな、これ。あの、結構それやめた方がいいかもしれない。やめた方がいいかもしれない。P カットで、はい、あのね、結構ね、このゲーム業界ってたまに屈折してる人いるんだよね。いますね。たまにいるんだよね。はい、なんか一人でこう屈折したままになってる方が、はい、すごいですね。まあ、エンタメ業界ってそういう人ってあんまりいないんだけどな。ゲームは割と多いかもしれない。でもね、ゲーム業界ってあの、なんだろう、元々の親会社も含めて微妙な 業界だったから、はい、あ、あの、はい、いじめられてるとかっていうのあるじゃん。あります。だから、でそれに対してだからお母さん役がいない業界、はい、でかなと思ったよ、はい、うん、割と社会的地位が低いところからこうベースになってる人とか結構多いんで、うん、で僕らはほらお母さん役になろうというのもあって、はい、まあ、僕は父かもしれないけど、だいぶお母さん役をやろうかっていう、ね、はいはい、そうだったんです ね、あの、でも意外とね、もうこの、もうここになって、この間ね、当あの某あの大手メディアから、はい、もうそろそろあのなんとか録書きませんって言って、はい、もう全部周り固められてきたけど、はい、最後にごめんなさいって言って、僕の競技に反するみたいなって全部断ったんだけど、ね、あ、そうなんですね。嫌じゃない、なんかその死のごのな、昔はこうだったっていう、ね、ああ、まあそうですね、テクノロジーとかに興味ある人は意外と古い話はもういいかなって思います。そうそう、全然興味がないから全然いいです、うん、僕はもう先しか見てないので。なるほどなるほど、うん、だとやっぱり SIE、 元 SIECの人からよく聞く話は、これは僕らあの、うん、サードパーティーだったんで知り得なかったんですけど、うん、結構都市伝説になってるのが、草薙さんがプレイステーション2の UI 画面、メニュー画面ですね、うん、を決める会議で、うん、なんか最初多分僕それ見たことないんですけど、かなりおもちゃっぽいなんかこう画面が出てるのを見て、うん、会議でみんなの前で激高して
もうプレイステーションはおもちゃじゃねえんだと、うん、いうふうにこうえらい怒鳴り散らしてみんながビビりまくったっていう話があるんですけど、それは本当なんですか。まあ、ビビったかどうかわかんないけど、おもちゃじゃないとは言うかもしれないな。あ、なるほど、うん、どうしてかというと、あのプレイステーションはもともと発想自分から来てるんじゃない、はい、でどういうコンセプトで何やろうとしてるか共有してたんだけれども、はい、まあ、プレイステーション1が非常にうまくいったと、はい、で次に PS2 になる時に、いろんな方たちが入ってくるわけさ、はい、時にソニーグループは、はい、そうすると僕らの何をやりたいかっていうのをよく理解しないで、まあ、当時のソニーから見るとゲームはおもちゃ、はい、でおもちゃとしてしか見てない人たちも入ってくるわけ。あ、なるほど。でそれに対してね、結構もう違うんじゃねえお前らみたいな話がしたね。なるほど、うん、僕がサードパーティーとして聞いたキーワードでものすごい印象的だったのは、うん、プレイステーションが家電の家庭の中に入っていく、うん、トロイの木馬となるシステムであるみたいなことを奥田崎さんがおっしゃってたのはすごい覚えてます、うん、まあ、トロイの木馬とは僕は言わなくて、あれ言ったら日経レが言ったんだけど、あ、そうなんですあれは日経エレクトニクスのカバーストーリーになったの、トレジャンホースの、ね、そうなんだ、うん、でもそれらしいことを言ってたけども、自分は自分の口からトロイの木馬なんて言ったことは一言もないんだけど、トロイの木馬ちょっと印象がね、なんか下手したらウイルスみたいな、あれは日経エレクトニクスって形があって、あれがあのカバーストーリーだから、ニューズウィークと一緒で、はいはい、プレイステーションはトロイの木馬かみたいな、それは印象が強かった、それなんですね、うん、それがそういうふうに伝わってきちゃうわけですよ、うん、僕らに。なるほど、まあ、まあでも、まあ、当時はね、あのソニーからすればもうプレイステーションはもう大反対、全員100人いたら 99.9 人が反対で、はい、まず一つはソニーはおもちゃ屋じゃない、やっぱそこなんです ね、まずそこから始まる、うん、前あのマイファーストソニーみたいなのがアメリカ発であったけど、はい、あれすらみんな経営の判断をしました。なるほど。で要するにあのゲーム、うん、こんな感じなわけや、あ、この人たちさと、自分たちもうすぐあのもう寿命オブソリュートするっていうか、もう今度陳腐化するよって、うん、家電はねと。だけどゲームってみんな思ってるやつはゲームじゃないかもよっていう、うん、あのもう次の時代のエンターテインメントだよっていう思ってるんだけど、はいはい、妄想力がないから分かんないわけよ、はい、ゲームなんかそのなんかおもちゃ屋で売ってるもの、ピコ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 っていうイメージ、なんかそういうイメージで、なんか小学校の小学生がね、うん、一生懸命隠れてやってるってそういうイメージ。でも確かにそういったソフト多かったじゃない、はい、まあ、昔は、ね、技術的にもちょっとそういうところ、ね、でもね、だから妄想力がないんだよ、はいはい、だからそういった人たち、これがどんなことになるかって、どんなことを起こせそうかって妄想力がないから、うん、今あるならまだいいんだけど、過去の状況を見てこうだろうと思っちゃう。なるほど。でもそれに対して戦ってたわけよ。なるほど。だから僕はあの任天堂さんも一緒にあのプレステの前はね、あのスーパーミコン一緒にやってたりして、はい、あの上村さんかあの辺のチームも大好きだから、はい、しょっちゅう一緒で仲良くしてるんだけど、はい、なんか外から見るとなんか戦ってるように見えるわけ。あ、よくね勘違いされる、うん、僕らも業界側だったんで分かってましたけど、全然あの戦ってなくて、はいはい、でね、逆に言えばあのみんなそれぞれ得意な領域で攻めるじゃん。セガさんも得意な領域とか、ナムコさんが得意な領域とか、任天堂が得意な領域とかね。そうするとね、いい相乗効果が生まれるし、かつ一番良かったのは無料パブだから、はい、あのもう全部金かけないで あのパブリシティできるわけよ。そうですよね。あの湯川専務とか出てくると、はい、もうほとんど、ね、セガさん金払ったかもしれないけど俺ら払ってないよねみたいな。で結局盛り上がるでしょ、はい、全体が盛り上がります。そうだからね、やっぱパブリシティってすごい大事だよねっていうのと、届ける力ですね。あとみんながやっぱりあのゲーム、それからコンピューターエンターテインメントの未来に向かって一生懸命クリエイターとして頑張ってるわけじゃない、はい、だこれがある限りは絶対この業界伸びるっていうふうに思ってたからね、はいはい、そうなんですよね。外側の人はみんな各ファーストパーティープラットフォームごとにそうなんこう戦ってる、戦争してるイメージを見てますけど、そういう質問しか来ないわけよ。そうじゃないんですよね。コンペシターはセガさんですかって、コンペシターは任天堂さんですかって、そんなこと全然思ってもいないのに、僕らみんな、ま、仲間なんですけどと思ってるんだけど、そうなんないんだよね。そうですね、うん、今やコンペティターってちょっと意味がもうゲーム業界同士じゃ全くないんで、ないよね、もう本当時間の奪い合いでもあの当時のメディアっていうかあんまり勉強しないからね、あ勉強するっていうか、まあ、いや分かんないんだよね、まあ、分かんないのと、あと対立構造にした方が面白いんですよ。でも対立構造を作るのは僕らからすれば無料パブなので、はいはいはい、そうですね、盛り上げる、もういい盛り上げてくれたわっていう、確かに、まあ、今や
プラットフォームは宗教のように語られる時代ですから。田中さん、今日あと、田中さんにどうするの聞きたいんじゃなくて、もう一個やっぱ話題行きたいのが、うん、その、いや、あの、まあこれから未来の話をやっぱりしたくて、うん、あの、さっきちょっと二木さん少し触れてましたけど、うん、あの、僕はすごい印象的だったのが、うん、これね、今の人、今の時代に言っちゃうと全員がスッと理解できることなんですけど、二木さんがかなり前ですね、ちょうどバンナイナムコっていう、うん、合併した時に公演に来ていただいたんですよね、うん、やったかもしれない、はい、やったやったみんなの前で、青森の横丁で、はい、そうです、そうです、うん、来ていただいてビルに、うん、でバーッとみんな社員集まって話を聞いた時に、うんうん、当時に福田さんが最初におっしゃったのが、うん、これから世の中のいろんなもの全てがネットワークに溶けていくとおっしゃったんです、うんうんうん、まあ、これ今やみんな理解できることなんですけど、当時実はですね、うん、あの会場にいた少なくとも3人に2人ぐらいはキョトンとしてたんですよ。どういう意味だ。いや、多分ね、あの300人に、290人ぐらいはキョトンとしてる。キョトンとしてましたよね。いや、それ、あの、あそこだけじゃなくて、ね、あ、PS が出た時に、まあ、みんなノーマークで、ノーマークのプレイステーションだから、はい、あの、全然なかったんだけど、ある程度まで行った1997、8年の時に、はい、コンペティターがって聞くわけよ、メディアがね。そんなに大体ね、もう憎き任天堂って言うに決まってると思うけど、で僕はそんなこと全然思ってなくて、はい、あの、そこがコンペティターだと思わなくて、いや、多分携帯電話ですねって言ったんだよね。あ、そうですよね、うん、あの時まだ i モードないんだよ。ないです、 i モードないことです。 i モードないよね、うん、だけどそういうふうに言って、でもその時にもね、全然分からなくて、分かってもらえなくて、 iPhone が出た後でね、そうですね、ようやく、あ、そうだったんですかっていう。そうです。であとは PS2 出た時に、次のコンペティターマイクロソフトですかって言って、僕はマイクロソフトっていうに決まってると思って聞くわけよ。はいはいはい、で、いや、ネットに溶かしたいとかって言って、あれもクラウドって言ったのは、あの、Google のエリック・シュミットが2007年にクラウドって言ったのが初めてなのね。そうです、そうです、そうです。だからクラウドって言葉がまだ全然ない頃に来ていただいて、すべてはネットワークに溶けるって言った時に、っていうのは予言してんだけど、予言してんだけど理解してもらえなくて、そう、あの、予言が早すぎて理解できなくて、ただ僕はあの、その時完全理解したとは言いません。あの、その数年後に僕やっぱネット、あ、いわゆる PC マニアでもあるので、うんうん、だんだん田中さんが言ったことが咀嚼できてピンときた時に、うん、その時にですね、ちょうど海外、僕はあの、海外でやっぱインタビュー受けることが多いので、うん、バッて聞かれたことが1個あって、うん、次のプレイステーションってどうなると思いますか、うん、例えばじゃあ原さん、プレイステーション5を想像してください。まだまだ4が出る前ですよ、うん、言われたんですね。で、うん、くたらきさんの言葉をパッと思い出して、うん、ここだと思って、うん、プレイステーション5は、うん、プレイステーション5というサービス名になって、うん、もうハードウェアという箱の形ではなくネットワークに溶けています、うん、って言ってのけたんですよ。そしたらまあ、うん、やっぱり響いたのか、うん、結構ちゃんとした記事になって、うん、そのせいで、あの、北米に有名なあのゲーム業界の経済アナリストの某、うん、これピーした方がいいですよ、その有名な方なんですよ、うん、アナリストとしては、うん、そのアナリストの方が自分の番組で結構な視聴者がいるわけですよ、うん、やっぱりアナリストやってるんで、うん、まあ、株やってる人とかもいるんで、僕その人が言ってることってすごく逆髪、いわゆるよく外れる人なんですよ。逆、その人が言った人の逆になっちゃうとよく言われるんですけど、うん、何でも外しちゃう人なんですけど、うん、その人が僕のそのインタビューを扱って、うん、もうまさにこのミスター原田が言う通りだと思うと、僕も、うん、プレイステーション5はきっと箱では出ないだろうと、おそらく彼が言ってるのはクラウドに溶けるってことを言ってるんだろうねっていう、うん、言われた瞬間には世の中の人がこの人がこう言ってるってことは当たらないなってすごい言われたんですけど、でもまあ僕気にしなかったんですね、うん、でも何年かしたら、でもその時代が来るぞと思ったんですけど、うん、プレイステーション4の途中ぐらいから、あれ、これちょっと待ってよ、クラウド追っつかないかもと思って、うん、あの女はやっぱり5は箱で出たじゃないですか、うん、で僕思いっきり予想外した人として結構、うん、いやいやいや、ちょっとした時間差だよ、時間差なんですけど、ちょっとした時間差で、それで聞きたいのが、うん、この未来の予想っていうことをしたいんですよ、うん、例えばさっきくたらさんがおっしゃったように、僕らが子供の頃見た図鑑であったロボットだとか、うん、技術って全然実現してないとか、うんうん、ムーアの法則ってあったじゃないですか、うん、あれ僕PC でやっぱ作り続けて、まあ、半年に1回組
組み替えるぐらいの 僕が2004年か5年ぐらいを機に明らかにこうあのムーアの法則の崩れがこの一般消費者にまで落ちてきて、うん、あんまり買い替えなくても、うん、結構寿命が長くなっちゃってるんです。逆に言うと進化が遅くなったってすごい実感があって、うんうん、なんかみんなが思ってた未来よりもだん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 いろんなことが鈍化してんじゃないかなってすごい心配があるんですよ。でかつてくたらきさんがあの、うん、もう確かプレイステーション2の頃に、うん、今の PSN とかいう全てをダウンロードでやるんだぐらいのことをおっしゃった時にいやインターネットの速度が追いつきませんって言ってくたらきさんがインターネットが遅すぎるってすごい怒ったっていう話を受け、うん、いろんなところで聞くんですけど、うん、まあ、まさにそれに近いというかなんか思ったよりも僕らが描いてた未来よりも10年前に想像してた10年後、うんうんよりもちょっといろんなことが鈍化してるんじゃないかな。鈍化した瞬間ではあったね、うん、あったじゃないですか、うん、でそれで僕逆にちょっと夢は持ってるんですけど、うん、ちょっと未来が読みにくくなったなと思ってて逆に10年後はちょっとあれですけど逆に言うと20年後とかちょうど四半世紀後今から25年後、うん、で鉄拳がちょうど25年27年ぐらいですけど、うん、その今から遡ることプレイステーションの四半世紀以上前、うん、で逆に言うと四半世紀先ってどういう世の中になってるはずだっていう予想がありますか。うん、妄想した通りになると思うけどね。なりますかね。なると思うけど、で今までって結構抵抗勢力みたいになったわけ。まだまだこれでいけるみたいなね、はい、で逆に引き伸ばそうとする人たちもいたわけよ。それはなんで引き伸ばそうとする。やっぱ変化を嫌うんだよ。だから理解ができないから、理解できない人は変化を嫌うんだよ。なるほど。で理解できたとしてもそれをどういうふうにあの引っ張っていっていいかわからないっていう人はコンセンサスが必要なんだよ。だからコンセンサスを待つんだよね。なるほど。で結局日本はそのコンセンサスを待ってるとみんなリードできなくなったっていうのが今の状況じゃない、はいはい、でも世界そうなってなくてもうあの、まあ、よく言うサンドボックスもあればもうオープンイノベーションでガンガン動いてるところもあって、うん、逆にメディアがそれを伝えないだけなんだよ。メディアが伝えないから一般の人に届かない。だけど実際は変化してるわけ。なるほど。だから突然なんかすごいことが起こるかもしれない。なるほど、うん、で今のメディアのリテラシーむちゃくちゃひどいから、もう本当に10年20年時間が止まってる感じがする、ね、で、あ、そうです。じゃあネットで検索できるからいいよと言いながら、はい、検索エンジンはその人なりに勝手に想像したその人にパーソナライズしてるの で、はい、そうですね、本当の情報は届かないわけ。あ、そこそこ。でなるほど。本当の情報届く前になんか心地の良い情報だけが届く。なるほど。だからね自分のアンテナの範囲しか来ないってことですね、うん、だからね逆にあのみんなバカアホにされてる感じがするっていう。あ、なるほど。メディアがみんなそういった状態なので。あ、アホにされてるとは確かに言えてみようかもしれないですね、うん、で、でも実際はそんなことなくて、でそれに対してあのああ残念と思いながらどんどん仕込んでる人たちがいるわけで、それがポンと突然出てくるから、これから。なるほど。でポンと出てくると例えば今度 あのコロナでみんなあのズームだとかさあの、はい、あのチームズとか使ってるんじゃない、はい、使ってます。コロナになってから初めて開発したわけじゃないわけだよね。確かに。ずっと前から作っていて、で、ね、でその時にいきなりパンとねワクチンが出るよりも早くあどうぞってい うなってきたね。あれは何ていうかってやってるんだよ、うんうんうん、やってるんだけどそこにみんなが行かなくて、でもその時にいきなりソリューション出してきた。だからそんなに心配する人は長い目で見るとちょっとデコボコあるけども、はい、いやすごい人たちがやっぱりいるわけで、あ、やっぱりそういった方たちはもう NIH って Not Invented Here じゃなくて、はい、みんなで世界最高のソリューションをみんなでシェアしてそこから先行こうねっていう、プレイステーションと一緒だよね、はい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 、あの別にソニーではなくみんなのコンテンツも含めてみんなの最高 あのイノベーションをそこでね起こそうよ、はい、しかも時代よりも何年早くと、うん、いうようなぐらいな感じでこうやってる人たちがいるから大丈夫だと。でロボットはそれができてないから、もうロボットはやばいと思う。早くやんないと。このさこの2人のこの仲良しのショットはいいよね。だんだん板についてきちゃったんですね。